鉄道チャンネルをご覧の皆様、毎度大きにちょっぴり疲れたらゆったりまったり途中下車。どうも、あやんこと三重彩香です。さあ、私はどこにいるでしょうか。正解はじゃじゃじゃーん。はい、こちら立ち洗い駅にやってきております。なんとここの駅舎がね、すごいね、面白くてユニークだということなので、今たどり着きました。ということで早速ちょっとね、探検していきたいなと思っております。なんかさ、立ち洗いレトロステーションとか書かれていて、一体どんな駅なのかすごくすごく気になっているんですけど、どんな感じなんだろうね。さあ、外に出てきました。あすごい、見てください。ちょっと見てほしい。何あれ、見て見て見て、ここほんまに駅舎？すごいね、レトロステーション。ちょっと今日ね、開いてないですね。開いてないけど、もうここの表だけでもめちゃめちゃ楽しめますね。ということで早速カメラを逆にしてみましょう。それでは皆様ご覧ください。じゃじゃじゃーん、これが駅です。これレトロカフェ、カフェも普段はあるんですね。すごい、レトロステーション、立ち洗い駅、かわいい。なに、すごいね。 T33?レトロカフェやってて欲しかったな。レトロなの私大好きなんですよ。レトロさがもうね、増すと増すほどこう可愛いなと思ってしまうんですけど、見てください、すごい。面白いですね。じゃあ飛行機の下から撮っていきましょう。うわー、すごいよ。この飛行機は、この飛行機は航空自衛隊所属の T33 というものだそうで、縦に2階のジェット機練習場があって、基本操作訓練、目標機、そして後方訓練、業務飛行用途にこう用途をね持つ飛行機として活躍した飛行機だそうです。すごい、すごいですね。こんな感じだよ、すごいですよ。うわー、カフェやってて欲しかったな。ここはお正月、毎週火曜日が休館日だそうです。今日火曜日か、残念ですね。また来たいなっていうか、また来ることがあるということで次の楽しみにしたいなと思いますが、見てください。あ、これベンチかと思った。ベンチではなさそうですね。ね。こんな感じですよ、立ち洗い駅。ちょっと引きも取っていこうかな。そこにもヘリコプターがあるの分かりますか。ででーん、ほら、さあ駅を引いてみるとこんな感じです。やっぱ目立ちますね、すごいな。はい、というわけでこの天城鉄道さんの旅もそろそろおしまいとなります。で、今回はですね、立ち洗い駅の、すごく変わった駅舎なんかも見ていただけたかなと思うんですけれども、この天城鉄道さんは社員の方もすごく優しくて温かくて、本当にね、私がこうすいませんって声かけて、こことってもいいですかとか、こうなんだろうな、こういう特産物、朝倉市の特産物を教えてくださいとか、
こういろんなことをこう尋ねても優しく教えてくださってすごく嬉しかったです。本当に皆様ありがとうございました。そしてこの土地柄というか温かさの感じる街でした。本当に楽しかったです。でここの旅の思い出といえばやっぱりこちらです。じゃじゃん、鉄印帳をついにアーヤンずっと欲しかったんですけどゲットできましたし、こう中ね開いていくとこんな風に印字していただいているトップバッターのところにはこの天城鉄道さんということになりましたので、私にとってもとってもとっても思い出の残る駅となりました、鉄道会社さんとなりました。なのでここからねいろんなところに行ってマイスターを目指していきたいと思います。あとはですね、まあ、いろんなそのここのなんだっけな、こういろんなとこ行ったところの美味しいものを買ってきたので、まあ、コスモスのねドレッシングだったりとか、あとはコシュドリのお鳥さん使った料理なんかもしていきたいなと思いますし、こう皆様に妄想駅弁、天城鉄道の妄想駅弁をちょっと今度作りたいと思いますので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。次回ねいつかまたここに来られたら、私はちょっとね温泉地にも足を運びたいと思っております。そんなまだまだ何回来ても楽しめるような、街でした。とってもとっても楽しかったです。皆様も一緒に楽しんでいただけましたでしょうか。いつも本当にご視聴いただきありがとうございます。ということで、今週もアーヤンのコンテンツそろそろお別れのお時間となりました。また来週も皆様ぜひ見てください。以上アーヤンでした。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。じゃあね、また来週。